公営住宅は地方自治体等が低所得者向けに賃貸する住宅。イギリスでは第一次世界大戦の勃発により労働者住宅の家賃が高騰し、1915年にはグラスゴーで家賃ストライキが発生するなど住宅難が社会不安を生じさせていた。1919年には住宅及び都市農村計画法が制定され、地方自治体が 公共住宅を建設する場合の政府補助金の制度を創設した。1930年には住居法が制定され、地方自治体がスラムを撤去する場合の補助制度や、地方自治体の家賃割引の権限を定めた。1949年には住居法が制定され、公的住宅供給の条件であった、労働者階級という要件を撤廃し、べての国民に、 公営住宅への入居権を認めた。日本では公営住宅法によって定められている。地方自治体の中には都民住宅、市民住宅などの名で中堅所得者層を対象とした賃貸住宅を運営しているものもあるが、これらは公営住宅とは別個のものである。日本では大正中期から昭和初期にかけて公営住宅に関する。 実験的な取り組みが行われるようになった。1922年9月21日からは大阪府で住宅改造博覧会が開催された。1923年に発生した関東大震災を受け、例えば現在の港区立芝小学校などにバラックが建てられ、翌百二十四年には震災に延金で財団法人同順会が設立されると、 仮設住宅に続き鉄筋コンクリート作り、アパート、同巡会アパートの建設が始まり、合計16カ所に完成した。同巡会は1941年の太平洋、戦争勃発に伴い、主に軍需産業の労働者への住宅供給を行う住宅営団へと発展的に解消した。1927年には不良住宅地区改良法が施行され、 住宅地区改良事業が進められ、改良住宅が建設された。これは戦後の1960年5月17日に制定された住宅地区改良法に引き継がれた。1945年に終戦を迎えた後、主要都市は空襲により住宅の絶対数が不足しており、主要な戦災都市に越冬のための簡易住宅30万戸を 国庫補助により建設することが決定された。1949年頃になると、資材不足は緩和し、応急的な住宅政策から高級的な住宅政策へと移った。1950年には、住宅金融公庫が発足した。1951年6月4日には、公営住宅法が制定、同年7月1日に施行された。同法に基づき、 公営住宅の整備が本格的に始まった。深刻な住宅不足を解決すべく、戦後復興の一環として国民に住宅を大量供給する目的で開始された。当初の公営住宅の入居者は低所得者層ではなく家賃支払い能力のある所得階層を対象としており、公営住宅にはセーフティーネットとしての機能は持たされていなかった。その後、 1955年に日本住宅公団が設立。高度経済成長によって増加したサラリーマン世帯を主とする勤労社会層に対する住宅供給は公団住宅が担うこととなり、公営住宅は低所得者層への社会福祉の一環として位置づけられるようになっていった。参考文献地方自治体により異なるが定期的に空き家募集があり、 各自治体の広報誌やウェブサイトで告知される。募集要項は、市区町村の役所などで配布される。低所得者層を対象とするため所得制限がある。入居については、公平を期すため、公開抽選及び所得や、家族構成など、世帯の状況を審査した上で決定され、住民税や、国民健康保険料の滞納がある場合や、 連帯保証人を選任できない場合は失格となる。地方自治体によって異なるが、連帯保証人が1から2名必要となり、地方自治体によっては、連帯保証人の条件を同一地域内に居住している親族に限定しているとこがある。また、地方自治体によっては、18歳未満の児童がいる、一人親、DV 被害者、犯罪被害者、ハンセン病、 65歳以上の高齢者、障害者などの条件によって当選率が上がるとこもある。また、地方自治体によっては、民間のオーナーが所有している建物を、ある一定の期間借り上げて、公営住宅として提供する、借り上げ支援住宅なども存在する。2014年現在、適用されている公営住宅の家賃は1998年に改正された。 公営住宅法の規定によっている。従来は原則定額であった家賃を入居する世帯の収入に応じたきめ細かいものとしている。家賃は原則として入居世帯の所得階層に応じて設定される家賃算定基礎額に立地係数、規模係数、経年係数、利便性係数の四つの係数を乗じて算定される。立地係数は公営住宅の所在する 市区町村ごとに、国が定める係数で、大都市であるほど、大きな数値が設定される。規模係数は、住宅の専用面積65平方メートルを1.0としてその代償により上下させる。経年係数は、当該住宅の経年により、住宅の構造に応じて決定されることとなっており、この3つの係数については運営する、地方自治体の裁量の余地はない。 これに対し、利便性係数は、運営地方自治体が独自に設定できる唯一の係数で、トイレや浴室等の住宅設備や自治体内の立地条件を考慮して、0.5から1.3の間で定められる。収入超過者に対しては退去のインセンティブを与えるため、本来の家賃と金坊同士の住宅の家賃との差額に、 所得階層に応じた係数を乗じたものを加算する。ある一定以上の所得がある世帯の家賃は、付近の同程度の賃貸住宅と同等程度の家賃を支払うことになる。収入超過者となる基準は従来は全国統一のものであったが、公営住宅法の改正を受け、2012年4月より地方自治体が条例で規定するようになった。また、家賃は、 毎年入居者からの収入報告書の提出を受け、それによって、翌年の家賃が算定される。入居者からの報告書の提出がなかった場合には、金房同士の住宅の家賃が適用されることになる。さらに、高額の所得がある入居者について2年連続で基準収入を超えた場合は、地方自治体は、その入居者に退し期限を定めて、当該住宅からの退去を命じることができる。 これは、本来目的とする低所得者層への公営住宅の供給を目的とするもので、期限を過ぎても退去しない場合は、金傍同士の住宅の家賃に割増家賃を加えた高額な医薬金を支払うこととなる。障害者等の家賃減免制度地方自治体によっては、障害者等に対し家賃の特別減免制度を設けているところもある。例えば、東京都の場合、 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級を持っている精神障害者に対し都営住宅の特別減免制度がある。暴力団の公営住宅への入居は付近の住民に与える迷惑を顧みず、金銭獲得のための不当な行為や悪徳商法を横行させる治安悪化の主要要因であった。2004年6月に 広島県と広島市が条例で公営住宅入居資格について本人とその同居親族が暴力団対策法に規定する暴力団員でないことと規定されたのが公営住宅からの暴力団員排除を条例で規定した最初の例である。後に同様の内容を盛り込んだ暴力団排除条例が全国で制定されることになる。二千七年の東京都町田市における 公営住宅で発生した町出し立てこもり事件を契機として公営住宅から暴力団を排除する機運が高まった。調査した結果、ほぼ全国的に公営住宅において暴力団員による不法行為等が多発していることが明白になり、これまで各都道府県や市区町村で進めてきた住宅管理条例の改正を強く推進する必要性が生じた。 同年6月、国土交通省から各都道府県知事へ向けて、公営住宅における暴力団排除についてが発出され、暴力団排除に関する基本方針を一本化した。これを受け、各都道府県や市区町村では、住宅管理条例に暴力団排除を盛り込むとともに、所管の警察との連携強化を進め、公的な賃貸住宅からの暴力団排除を強く推進した。 2010年5月には、兵庫県甘崎市で低所得者を対象とした家賃減免制度を悪用し、市営住宅の家賃の支払いを免れたとして、兵庫県警が山口組系の暴力団組長を詐欺罪容疑で逮捕した。ありがとうございます。